はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは。今日は見ての通りアレンジメント3連発いきたいと思います。ちょっとね、長くなっちゃうから、ちょっとやっぱりあれを早送りを少し入れないと長くなっちゃうから、早送りを入れようと思っております。はい、毎日本当にただひたすら暑いということで、皆様体調はいかがでしょうか、大丈夫でしょうか。はい、私は元気、どこまでも元気。あ、この間聖火でやったんだっけ、ラウンドのアレンジ。そう、聖火でやったんだ。なんか最近どこなんか動画を撮りすぎて、どこで何をしているのかちょっとあんまり覚えてないどういうことかっていうと、まあそのアクトクラスであったり、インスタのリールだったりいろいろやっているもんで、本当にありがとうございますって感じ。本当にね、ありがとうございます。というところからご来店いただき、皆様に、リースを作っていただき、何よりも和気あいあいと楽しい時間を過ごさせていただき、本当にね、センキューベリーマッチです。本当に。ゆかりさんがすごく鼻にくる。最近めっちゃ作ってるような気がするんだよな。最近なんかお店をオープンしてからちょっとあまりにも落ち着かなくって、まあ自分のせいなんだけどね、自分がいろんなものを詰め込んでしまったっていうせいなんだけど、あまりにもいろいろあってちょっとあんまりにも作ってなかったので、最近ちょっとお店がねガラガラしてきたので、ちょっと頑張って作ってるんだけども、いやー大変ですよこれは。なんか作ってもないって感じがちょっと続いてて、どうしちゃったんですかこれやって感じですね。はい、でもありがたいことに本当にね、来るお客様ってリピーターさんばっかなんだよね。本当にやっぱ好きな人が来るからやっぱそうなっていくのかしらって感じなんだけど、このドライとかお花がね好きな人が多いから。よいしょ。はい、アレンジメントの話はそんなにしないかもしれないので、ポロッとしちゃうかもしれないんだけど、今ですねメンバーシップを始めたので、メンバーシップは私のおしゃべりよりは解説がすごく多いので、もし私のこのアレンジメントとかリース作りとかの解説を聞きたい方は、ぜひメンバーシップの方へぜひお勧めください。はい、こんな感じでアレンジメントを作っております。まあ私はですね、アレンジメントは結構この手持ち、ここなんていうの、手すりなんていうの、手すりはちょっと違うか、手持ちの部分はねがあるバスケットが結構好きなんですけど、これだとこのまん丸のやつだとさ、なんだろう、結構立体感つけないとさ、バスケットが主役になっちゃうことが多いので、この手持ちじゃないやつだからね、バランスがね。でドライフラワーで立体感出すのすっごい難しいから、だから手持ちにしちゃうことがすっごい多いんですけど、これですね。もうこれをさ、手持ちにしちゃえば大きさって決まってるじゃないですか。でも手持ちなしだとドライフラワーで立体感を作っていかなきゃいけないから、ドライで立体感作るのすっごい難しいから、だから裏技でいつも手持ちのやつで作っちゃうことが多いんだけど、ちょっとせっかくバスケットが今あるので、これ聖火で使ってるんですけど、いつもこのバスケットのちょっとドライを使っていこうかな。やっぱドライが人気ですね。まあそりゃそうか、みんなこぞってさ言うのよ、暑いからセーカーは持たなくてねって、セーカーは持たないからドライがいいわね、だって色が鮮やかだしみたいな、ね、そんな感じでおっしゃるので、なのでアレンジメントもリースも結構なくなっていっちゃって、今ないんだよね。
入ってばお花を入れていきます。今日は見て、おばら様ですね。もうちょっと黄色濃くなるかなと思ったんだけど、意外と淡い黄色になりました。バラです。はい、バラを入れます。これがね、茎がねなかなか折れちゃうのよね、この刺すときに。わかります？だからなかなかこの立体感のあるやつってのはすごく作りにくいんだけど、でもああほら作れるようになるとすごくいい感じで、今日はちょっと黄色とオレンジ系でちょっと攻めようと思ってるんだけど、ダメだ、茎が、やっぱこの時期の乾燥は本当難しい。はい、ちょっと開催区さんの力をお借りしたいと思います。どこに入れましょうか。あ、コブンがいる。かわいい。コブンがいらっしゃいます。あ、折れちゃった。コブン取ろうと思ったら茎が取れちゃった。はい。ポンセッパ。どうしましょうって悩んで、グルーをつけて入れちゃう。なんか、悩みの解消。どうしようって思っている間もなくちょっと入れちゃうっていうのも結構よくあります。よいしょ。これはワイヤリングされてる海水草。どうでしょう。ああ、こっちですね。やっぱここがいいかな。ちょっと、木の実、ちょっとお花の形に見えるのもいいかなと思います。つまらん？つまらん？つまらん？大丈夫。でもさ、なんか。最近思うわけですよ。なんかこれが見たい人はこれをずっと見てたいんだろうなって。特に別に私のおしゃべりなんてそんな需要がないような気がするんだけど、でもやっぱさ、なんかこのきなさんのおしゃべりで元気が出ますとか言ってもらえるとさ、なんかこうね、みんなにパワーをって思うんだけど、最近の私さ、大人になっちゃってるわけよ。いや、普通のことでも当たり前のように言ってるんですけど、いや最近の私本当にね、自分でも思うんですよ。なんか大人しくなっちゃったなって。なんか私ってさ、和気あいあいと何にも考えないような感じがすごく良かったような気がするんだけど、なんか最近はちょっとやっぱ大人になっちゃったんだよね。これがまた大人になっちゃったアキナって面白くないんじゃないのってなんか自分自身では思うんだけどさ、でもそれもさ、やっぱ時の流れですよ皆様。勝手にそう思ってんだけどさ、もうしょうがないよそれは。あ、ちょっとさっきの古文ちょっとつけようと思う。はい、それはしょうがないよ本当に、どうしようもなく。だってさ、人は大人になるもんでさ、私がやっぱり成長してなかっただけの話だからさ、どうやってもよいしょ。まあね、いろいろあったわけですよ。この夏はねすごかったよね。この夏のねトラブル&こうメンタルへの攻撃&なんか物事うまくいかない&なんかこう何かがこう疲れてくるっていうか、なんかもう何もかもがわちゃわちゃって感じで、ちょっと本当に大変な日々を過ごしていたのですが、まあ、いつもさ
それでもさ、なんとか乗り越えてさ来るわけですけど、今回ばかりは無理なんじゃないかって正直思ったよね。今回ばかりはちょっといろんなことが、ああマロンどうしよう、無理なんじゃないかっていろいろ思ったけどね。でもまあなんとか乗り越えた気がする。まあ乗り越えた気がするかもしれないけど、まだ収まってるわけじゃないんだけど、まあ落ち着いてはいるかな。何をブツブツちょっとやめよう。ちょっとここ最近入ってきた変なのつけていい？じゃじゃん、オーカングサちゃん、ちょっとまだドライになってないんだけど、ちょっとつけちゃおう。オーカングサちゃん入ります。はーい、にょきはい、今のびきさんなりにちょっと変な笑いが出たところで、あ、かわいいんじゃないでしょうか。はい、かわいいですね。かわいいしか言ってない。なんかこの人本当に好きです。なんか知んないけどかわいいんだよね。ちょっと見る、本物見ます。いいよ、本物。これが偽物ってわけじゃないんで、ドクジョン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 キャードクジョンドクジョンキャーこれが最高に可愛い。見てて、はい、ドクジョンドクジョン、あー、みんなこんにちは、オーカングサだよ。ドクジョンドクジョンドクジョン、あー、みんなこんにちは、オーカングサだよ。ドクジョンドクジョンドクジョン、みんなこんにちは、オーカングサじゃっていう感じでですね、このように何かがちょっと待って調子乗ってきちゃった、はい、何かがこのように刺さっているわけでございますが、何でしょうか、これはどういう状態でこうなっているんでしょうか。はい、ということでオーカングサという植物でございますけど、ドライになるとね、多分今ここはちょっとまだ緑なんですけど、多分ドライになっていくと茶色っぽくなっていくかなっていうふうに予想しているんですが、もう形、大きさ、形状、最高にいいです。はい、最高にいいです。ということで、その子のミニバージョンをちょっとここにお入れいたしました。はい、皆様めでてあげてくださいまし。はい、かわいいですね。ちょっとちぎった。これもうちょっとバラちゃんをちょっと黄色とかアイボリーとか茶色だけになっちゃったので、少しピンクが入っているような、こう入れたいのですが、うん、クッキーがあるとね難しいですね、あのドライバー。ここでミモザを入れたのはダメだったでしょうかここでミモザを入れたのはちょっとあなたずるいんじゃないでしょうかって思った皆様、どうしましょう。ここでちょっとピンクを加えたいんですが、淡いピンクにするか、そして攻めのピンクにするか、どちらさんでしょうか。これもまた悩ましい選択でございますが、まあ激しくするならこっち、まあ当たり前だけどこっち、でも柔らかくいくならこっち、激しくするならこっち、いやー、でも秋っていう季節もあります。今9月なので秋っていうのもあるから木の実も入れたんだけども、秋といえばなんだい、濃いかい淡いかい、ということで濃いのにしたいと思います。どういうことでしょう。はい、濃いということで、ちょっと濃いのを入れて、ちょっと、あ、でもな、せっかくここまでさ、ちょっとなんか淡い色の黄色とさ、なんかこうなんていうんですかね、ちょっと淡い色でちょっと木なので、ちょっとふんわり秋、ふんわり黄色みたいな感じにしてるからさ、どうなんでしょうか。でもここにピンクちゃんが入ってるから、ピンク
ちゃん入れても激しく可愛いと思うんだけども、あ、もう濃い色ですね。濃い色にしか勝てんみたいなっちゃったから濃い色にします。でもちょっともうちょっと秋っぽさを出すとございますので、あ、ちょっと待って、ちょうど良さげなのがいらっしゃいました。ちょっと赤みが強い、こちらが多分赤みがちょっと若干強うございます。ちょっとオレンジがかってるって感じ。こっち分かる？もう、ああ、ちょっとカメラに映すと分かるね。はい、こんな感じで、こっちがさっき入れようとしたピンク、こっちがちょっと分かります？この絶妙な違い、もう分かる？伝わらないかな、ちょっと待って、伝わらないな。これをちょっと多めにしたら分かるかもしれない。わかります？こっちの方はちょっと深みが強いということで、ちょっと赤みが強い方をお入れします。やっぱ赤だったらまだいいんじゃないかなって思うから。でもこれでさ、赤い木の実を濃いね、赤が強いようなのを入れちゃうとちょっとミモノさんと喧嘩しちゃうかなって思ってしまうところもあるので、まあちょっと合わせてみないとわからんだが、ちょっとまあ赤みが強い方が絶対に季節的にも。もしかしたら皆様ちょっとこれはやっちゃうんじゃないかと思っている皆様、はい、赤い実も入れようと思ってますが、どうでしょう。赤い実もでも赤っていうよりはちょっとまだ真っ赤っかっていうよりはちょっとこう濃いめの赤、濃いめの赤っていうかちょっとダークな、ちょっとこうくすんだ赤になっているので、そこまで目立った赤じゃないからちょっといけるんじゃないか。さあ、じゃあちょっと遊びましょうか。三島彩子ちゃん、はーい、三島彩子ちゃん、はーい、はい、三島彩子ちゃん、はーい、はい、違う、入らないときは違うって言ってるような気がするので、今ちょっと後ろ出すんですね。ちょっとこの土田さんをドサッとおしゃっとお入れしていけばちょっと本物感、小物ってね、やっぱり秋って感じするって。小物感の、スモークグラス。ちょっと散らしすぎましたね。そして長い。ちょっと長い。はい。ちょっと短く。で、でもばらけちゃうから、こうキュキュッと切ってから。ね、はい、長い、わからないね、はい、わからない、何が違くて何がどうなんですかっていうことかもしれないんですけど、このなんだろう、やっぱりこの季節感、ミモザ入れたから余計ね気になるよね、季節感っていうのが。を欲しいがためにちょっと今本物感、本物、本物、本物ですねの雰囲気をちょっと今作ってんだけど、ミレットとか欲しいな。ミレットはいいんだよね、めっちゃ本物買ってるから、うん、ちょっとあそこのラグラスを退治します。すいません、はい、
よろでしょうか。よろしいでしょうか。よろしいよ。はい、ありがとうございます。はい、本当はここにね、鳥さんを刺したいところだけど、いないから、ちょっと鳥さん、つける。でも、そうするとマロンが見えなくなっちゃう。ここにつけるか。どう？どう？つけなくて。つけたらちょっと子供っぽいか？でもつけた方が可愛いような気がしないでもないぞ。つけようっと。ベタ。ハート。ハート。ちょっとハートつけて子供っぽくなったのでちょっと秋だし大人っぽくちょっと引き上げるためにデデン。ちょっとゴールドのリボンで飾りをつけて完成にしたいと思います。はい、完成。第1弾完成になります。よいしょ。はい、完成。完成。アレンジメント完成でございます。わー、秋のミモザマロンを乗せてどうでしょうか。ハートポッポ、あなたはいつもハートポッポ。どうでもいいね。はい、はい、ということで終わっていきたいと思います。ちょっとね、次は第一、あれ、これっちはこっちもこっちもちっちゃいから1回の動画で済ませようと思うんだけど、次もアレンジメントになっております。特に何のあれもない動画にはなってるんですけど、はい、まあ、ちょっとくだらないね、私の俳句なんかを聞きながら今日も秋の残暑を楽しもうと思います。はい、ではまた、バイバーイ。